こちらを登ってきました。本線はこっちだったようです。やっと出られました。ここが御嶽駅です。現在地は御嶽駅です。これから総岳山、岩岳石山、高水山に登っていきたいと思います。それでは出発したいと思います。まずは総岳山に向かって出発します。
行は沢井駅の方面に降りる分岐のところに到着しました。総額山までは 1.8km です。頑張りましょう。結構登りがきついです。今 GPS を確認したら巻き道があったようです。これは獣の道みたくなっちゃってますね。頑張って元の路線に戻りましょう。よいしょ、こちらを登ってきました。本線はこっちだったようです。やっと出られました。急なはずです。疲れました。この木はご神木のようです。立派な木です。総額山まであと 300m です。総額山山頂に到着しました。総額山到着しました。イエーイ。それでは岩岳石山に向かって出発します。こちらの景色はとても大好きです。これを登れば岩岳石山です。岩岳石山に登ってきました。じゃあね。それでは高水三山に向かいます。高水山到着です。
それでは戦畑の駅に向かいたいと思います。こちらは常福院です。立派なお寺です。それでは戦畑駅に向かいます。戦畑駅まで 3.5km です。気をつけていきましょう。戦畑駅に向かいます。戦畑駅経由で行こうと思ったのですが、なんかぼーっとしてて道を間違えちゃったので、そのまま駐車場に向かいます。さて C さんは先に戻ってるのでしょうか。戻ってました。すごい。ねえ、何よ。